パリ・サンジェルマン、PSG のフランス代表 FW キリン・ムバッペは、U24 代表の一員として、東京後に出場することを、ほぼ断念したと見られてる。仏師、ル・パリジャンが26日付で伝えた。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも、簡単し、1ヶ月無料お試し実施中。現在22歳のムバッペは、計五輪世代の選手であり、オーバーエイジ、OA 枠、なくとも五輪への出場が可能。18歳での A 代表で、U からすぐに主力として定着したことも、理、これまで五輪年代のチームでは、プレーし、いないが、東京五輪への出場には意欲を見せ、けてきた。だが、新型コロナウイルスのパンデックにより、大会が1年延期されたことも影響、ムバッペの五輪出場の可能性は消えつつは、と現地紙は伝えた。PSG が派遣に難色を示すと見、まれることに加えて、本人も主に2つの理由か、不出場を決断する見通しだという。まずは、O のスケジュールと、それに伴う、疲労の影響。フ・ニツエ代表は今季終了後の6月から7月にかけてユーロ2020戦う予定であり、その後に五輪に出場すれば母休養のないまま次のシーズンを迎えなければならない。それに加えてムバッペは不確定なっている来季の去就を決めることに集中たい考えだと見られている。PSG との契約は今季終えれば残り1年となるため契約延長か、関心、噂されるレアル・マドリードなど他クラブの移籍か、決断を迫られる時期となる。東京後、出場を逃したとしても、3年後の2024年には、地元パでの次回五輪が控えている。その頃には25歳と、テイル・ムバッペだが、OA 枠入りを本人を希望、レバ出場するのはさほど難しいことではな、かもしれない。両。